こんにちは、プロドリフチャンネルです。釣り鉢に可愛い姿のエスキナンサス、スラッと下がって先端にこのように赤い花を咲かせてくれます。お日様大好きな植物ですから、よく日の当たるところに置いてください。ただし直射日光に当てると葉っぱ焼けてしまいますから、室内のなるべくよく日の当たる窓辺でということになります。水やりは乾いたらしっかりやるということ、そして肥料は生育期間中はリン酸カリ分の多い液体肥料を月2回ぐらいやってやると、どんどん成長してということになります。この黒っぽい茶色っぽいつぼみが可愛いです。この中から花が出てきて赤い可愛らしい花を咲かせてくれます。ただし丈夫なんですけれども、暗い場所に置いたり寒い場所に置いたりすると葉っぱボロボロと落ちてしまいます。水のやりすぎにも注意という点気をつけてやれば、長くエスキナンサスは楽しむことができます。